北大河、1903年北大学は中華、人民共和国河北省新行投市に位置する四角区。北海湾に望む著名なビーチリゾートであり、北京からは東へ 280km の位置にあり、比較的気軽に訪れることのできる観光地である。北大河は温暖な気候であり、大陸性気候ではあるが、海の調節により、海洋性気候の特性も併せ持つ。 区域の70%を森林に覆われ、夏の平均気温は摂氏24.5度にとどまるため、秘書地ともなっている。北大河の風光明媚さは広く知られている。細かな砂からなる浜辺が、大河は川口から東へ伸び、別荘地外の先にある、ドバトコカにある高角堤まで 10km にわたって広がっている。ドバトコカは、 北海湾に登る日の出を見るスポットとして知られている。浜辺の背後には、貫峰山という二つの頂きのある、豊かな松や杉に覆われた山がある。豊かな緑、洞窟、美しく飾られた、楼郭、人里離れた小道や多くの橋が、山のあちこちにある。北大河鳥類保護区は、ビーチとは、反対側の町の東側の海辺に広がり、 バードウォッチングの名所となっている。北大河東側の海辺の浅瀬は、東アジアでも重要な渡り鳥の中継地であり、毎年多くの鶴などの渡り鳥がシベリアから南へ渡るのに、ここを通過していく。北大河の鳥類標識調査所は鳥類に足場などを巻いて調査しているが、中国でも最多のバンディングを行っている調査所である。また近隣には、 金山口橋の新台の建築石や多くの古墳など文化財もある。新朝の高所年間、夏の気温が摂氏40度に達する北京に多く、住んでいた外国人たちは避暑地を求めていた。1890年代、英国人の鉄道技師が漁村だった、この地に美しい砂浜と涼しい気候を見出した。すぐに多くの外国人の知るところとなり、 彼らはこの地への別荘建設の許可を要求した。これに応じ、高所24年新朝政府は北大河を各国人士のための避暑地として正式に開発、開放した。1938年、豊かな中国人や北京、天津の外国人たちによる別荘の数は700棟以上に達し、中央政府や多くの大規模な地方政府、 企業などが200カ所余りの療養所を建設した。新中国発足後、これらは政府に没収され、労働者向けの療養所や政府幹部の別荘となった。模範的な労働者は努力の保障として、これらの療養所へ行くことができた。1954年には、ソビエト連邦から中国の経済建設の指導に来る、社会主義の兄弟たちをもてなす巨大な、 友情のゲストハウスが建設された。かつては中国洋人が北大河日書に集まり、その織きの政局などを議論する習わしとなっていた。そのことから、いわゆる北大河会議は政治上の意味を持った。例えば、1958年8月には政治局拡大会議が開かれ、人民公社の設立の決議がされたことがある。1979年以前、 東小平が健在な折には、この時期、北京を訪問した外国洋人は中国首脳と会見するため北大河に出向くのが恒例であったが、最近ではこれを取りやめている。あるアメリカの外交官は北大河のことをスモーク・フィールドルームと呼んでいた。ここで根回しされた政策は秋以降、公式の会議で正式に決定するため、外交官やチャイナウォッチャーたちは、 北大河での情報収集を重視していた。北大河会議は文化大革命時に一旦廃止されたが、当小平時代に復活した。しかし1980年代後半以降、避暑地でのトームが批判的に見られるようになると、幹部が全員揃って北大河に集まることは稀になり、やがて北大河会議も幹部が個人的にあって、話し合いをする小規模なものになって重要性は、 薄れていった。2003年か2004年には、古今東中国共産党総書記が、北大河会議を、再び廃止した。その理由の一つとして、従来の儀礼や式典を廃止するなど、党の質素なイメージ作りを進める古今東や恩、河方らの目的には、リゾート地に集まっての会議はそぐわないこと。もう一つは、古今東は、非公式な会合よりも、党や、 政府の正式な機構を通してリーダーシップを発揮しようとしていることが挙げられる。しかしその後、長老などの反対で復活。第18回党大会を目前に控えた2012年8月に再び開催された。以後、習近平政権になってからは毎年開催されている。北大河会議はあくまで非公式なものであり、開始や終了が公式にアナウンスされるわけではない。 ただし、会議に出席すると目される要人が北大河入りしたことや、北大河を離れ別の会議に出席するなどの動向は報じられるため、それをもって開始間近、もしくはすでに終了したと推測することは可能である。北大河は近年都会からの観光客誘致に力を入れており、今後は一層幹部の会議場から一般庶民のリゾート地、国内、 国際会議の開催地へ転換が進むものと思われる。ありがとうございます。